こんにちは、気象予報士の安西梨沙です。今山では秋山のシーズンを迎えています。秋山ならではの絶景としてこのような紅葉が挙げられますが、実は秋は雲海のシーズンでもあるんです。雲海は運が良ければ見られると言われているようですが、気温や湿度、風の強さなどを調べておけばちゃんと狙って見ることができるんです。私は去年の秋に雲海を見るために栃木県の那須岳に登山に行ってきたのですが、こんなに素晴らしい雲海の絶景を見ることができました。そこで今回は登山で雲海を見るためのポイントや秋の登山の注意点を解説します。まず雲海について説明します。雲海とはこのように山などの高いところから見下ろした時に層状の雲や霧が目の前に広がって海のように見える状態のことを言います。一面に広がる雲はまるで海のよう、一定の条件が揃わないと見ることができない雄大な自然現象です。山で見られる雲海のシーズンは一般的に春や秋です。明け方から早朝にかけての時間に発生します。雲海が発生するための気象条件はこちらの4つです。1、よく晴れている。2、湿度が高い。3、無風状態である。4、放射冷却があり日中と夜間の気温差がある。それでは雲海ができるメカニズムについて詳しく説明していきます。雲海の発生には雲や霧の元となる十分な水蒸気が必要です。日中気温の高い状態で多くの水蒸気を含んだ空気が夜によく晴れて放射冷却がよく効くことによって地面付近の空気が冷やされると、その空気は水蒸気を含むことができなくなり水滴となります。さらに空気がかき混ざらないように無風状態になることで、この水滴が地面付近に溜まって朝にかけて濃い霧や雲となり見事な雲海となるのです。このように雲海は様々な気象条件が揃って初めて発生する自然現象で非常に稀な現象ですが、実はこれらの条件は天気 JP などの気象会社が公開している気象情報からある程度予測することができます。私が去年雲海を見に登山をした時、前日に見た天気予報はこのようになっていました。夜から朝の天気は晴れ、明け方の予想湿度は 90% 程度、夜から朝にかけての風は風速1から2メートルで弱い、前日昼の最高気温は21度、当日朝の予想最低気温は12度で気温差は9度程度。この時は湿度が 100% 近く予想されていたらいいなと思っていたんですが、結果的には 90% でも綺麗な雲海を見ることができました。皆さんもこの秋はぜひ雲海予想にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。雲海は山の上から見るのが一般的です。秋の登山は気温や天気も落ち着き、夏に比べて過ごしやすい時期ではあるものの、日没の早さや朝夕の冷え込みなどこの時期ならではの注意点もあります。秋の登山を安心に楽しむための必要な装備や注意点を解説します。まず秋は夏に比べて日が短くなるため日没時間に注意が必要です。特に山の中は日差しが届きにくく、いつも以上に日が短く感じます。早めの行動を心がけ、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。日帰り登山だとしてもヘッドライトの装備は必要です。予備の電池も忘れずに準備しましょう。夏に比べて気温が低くなることにより標高の高いところでは冬のような寒さになっているところもあります。さらに日が落ちると一気に気温も下がります。平地ではまだ必要のないネックウォーマーや手袋などの防寒グッズも忘れずに持っていきましょう。場所や気象条件によって冬山装備のような防寒着も必要になるため、事前に天気の確認をするようにしてください。テレビなどのメディアで確認できるほとんどの天気予報は標高の低い麓の天気予報です。
麓の天気と山の天気では異なることが多いので、登山の際は必ず山の天気を確認するようにしましょう。天気 JP 登山天気アプリでは100名山を含む400の山について、登山口や山頂などの登山ルート上における天気や登山指数、服装指数、落雷指数などの情報を提供しています。雲海の予想に必要な気象条件も確認できますので、ぜひ秋の登山シーズンにご活用くださいね。